おはようございます。おはようございます。ジャン君、今日は35度になる予定です。もう朝一番から冷房を効かしています。ポンちゃんは文句を言っています。ポンちゃん、はい、35度嫌いって言ってるの？あ、そうなのかい。はい、ポンちゃん、ポンちゃんおいで、こちらでおいで。ポンちゃん、ポンちゃんおいでになかなか反応しないよね、君はね。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃんが何を言おうとしているのかがもう一つわからないんですけど、ポンちゃん。ジャン君、ジャン君はだいたい何かしてほしいときに泣くもんね。ポンちゃんは何なの？ポンちゃんはね、かまってほしいんだと思う。ポンちゃん、はい、はいはい、そういうこと。はいはいはい、目が向いてほしいんだね、ポンちゃんね。うん、ポンちゃん、あ、ここここちょっと最近ポンちゃんのなでなでポイントになってるんだよね、うん、ここに来るとなでられると思ってるね。はい、撫でられるの好きになってる？してるよね。ブラシすると逃げてっちゃうのね。うん、動くよね。あら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 、ポンちゃん、ポンちゃん、これをやってみようと思ってんだけど、これね、さっきもこれで逃げられた。逃げる逃げる。ポンちゃん逃げるの？嬉しいから動いちゃうのか、それとも嫌なのかが分かりにくいです。ポンちゃん、ブラシは特に嫌いではなさそうだよね。ポンちゃん嬉しいんだよね。嬉しくて爪研ぎしたくなっちゃうのかな。そうだもんね。前いたグー君もそうだったよね、うん、前に進んじゃうんだよね。あいあいで、あいやろやろ、前に進んじゃう。はい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 、その中入ったらもうできないんです。手が届きません。さあ、ジャン君はどうですか？はい、ジャン君、さあ、朝風呂入ってくるね。じゃあね。
んちゃん。お腹もやろうよ。ブラシ切り入り始めてるような気がします。よかったね、パンちゃん。気持ちいいな。私はちょっとね、刺激が強いからね。はい、あ、いいシーンが撮れてます。ポンちゃん、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 かわいい。ポン、いいカット撮れました。
ちゃくん。ポンちゃん。